2023年11月11日土曜日東京高楽園ホールにてスカイチケットプレゼンツディープ116インパクトが行われた写真フィニッシュとなった佐々木のヒールフック下向き黒三角ディープライト級5分 2R0 佐々木台トラフォース赤坂 70.75kg 1 r ヒールフック外ヒールかける大田翔吾ネックススポーツ 70.25キログラム佐々木は朝倉未来 YouTube チャンネルのメンバーで2019年9月にディープでプロデビューそのデビュー戦はハーレー B 班ーにリアネーキドチョークで勝利も12月に大木良太2020年11月に石塚優馬に敗れて1勝2敗今回が約3年ぶりの復帰戦となるまた2022年3月にはブレイキングダウンでモハンドラゴンとキックルールで対戦し 2-1で敗。太田は2014年にアマチュアシュートボクシング全日本大会でミドル級優勝。その後は地下格闘技で28戦、ディープアマチュア大会で経験を積み、2022年7月のディープ名古屋大会で37歳にしてプロデビュー。2連勝のあと2連敗を喫するが、2023年10月1日の「ライジンランドマーク6」のオープニングファイトに出銀。 ブラップリングシュート僕サーズジムから 1R1 分52秒、腕十字で勝利して再起を飾ったばかり。佐々木が3年間の進化を見せるか、それとも大田が雷神で勝利した勢いのまま連勝を飾るか。1R、共にオーソドックス構え。左右で詰める佐々木に、大田は右カーフ。左右で詰めると、体を入れ替える佐々木が膝蹴りもローブローに。再開、互いに右が交錯する中、 太田のシングルレッグにガブル佐々木。脇をくぐろうとする大谷、組んで金網に詰める佐々木は右膝も、ボコッと音が鳴るローブロー。大田は股間を抑えて悶絶。佐々木に、警告、で再開。右を振ってから一点ダブルレッグテイクダウンの大谷、下の佐々木に外掛け外ヒールを極めた。試合後、佐々木は、3年ぶりにディープで勝ちました。応援ありがとうございます。 これからどんどん強い人とやって上に行きたいんで応援よろしくお願いします。と語り、刑事サイドのセリナとハグを交わした。